後に家康公に養女入りした。政略結婚により真田家に嫁いだ後も徳川家の忠義を重んじ家族への情もすべく武将の妻の鏡と称され仁義をもって戦乱の世を生き抜いた我こそ真田信之が正室小松姫拍手。戦場かけるは鬼のごとし、殿を守るは影のごとし、解釈できず涙を流し神君が声にて見事武功を挙げた。現世によみがえりしも殿に神明を捧げ忠義を尽くす鬼の半蔵と呼ばれし我が名を服部正成ここに参上。浜松生まれのこのわしが15で殿に救われる。正義と忠義を胸に決め赤い甲冑身にまとう。先方は譲らぬ、命は惜しまぬ、ただ前進あるのみ。戦場で赤鬼と呼ばれし我の名は井伊直政。参る。三河の国上の郷に生まれ、手習いは幼き頃より始め、弱い十三から殿に仕え武功を称され奴の字を賜った。我が知恵は戦場を駆け巡り、我が太刀は数多の艱難を突き破る。知勇兼備の将と謳われし我が名は榊原康政。無二天参る。しこら生涯57度の戦に臨み、一度たりとも傷つかず家康公の御為と。この手に握るは天下三名僧トンボ麒麟。我ことの難に臨みて退かず、我こそは戦国最強の武将本多平八郎忠勝。参る。幼き頃よりお仕えし東三河の旗頭。わしのこの太鼓の音は味方を鼓舞し武田の軍をも退けた。冷めた空気は性に合わん。皆々の者士気を上げよう。わしこそ徳川四天王が筆頭。本宮城殿の旗の下、我が生涯かけたる望みとは天下太平の世、時空を超えて平成のふるさと岡崎の地によみがえる三河武士。我こそ東照大権現徳川家康。
よく行きましょう。せっかくねこの梅雨の合間に晴れたんですからね。もう一つ参りまする。皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。いや晴れましたね。晴れましたね。晴れましたね。梅雨という名にこの青空、はい、やっぱ青いですね。青いですね。空が青いです。青いですよ。青いです、はい、空が青いです。青いですよ。そう、我々青い部将隊と申します。今日我々にうってつけのお天気でございます。我々正式名称グレート家康公青い部将隊と申します。はい、この岡崎を PR すべく日々活動しておる次第にございまして、ただいまご覧いただいておるように土曜日日曜日祝日1日2回年俸、この家康館前にて11時と14時に行っております。はい、そして平日もこの武将の中から約4名ほど、ちょっと今日水野殿がおりませんが、4名ほどが出陣いたしまして、お客人にお声かけをして、こちらどうぞあちらどうぞなどご案内をさせていただいて、おもてなしをねいたしておる次第にござります。はい、そして我々のその PR 活動というのがですね、この公園内だけではござりませぬ。そう、そのね活動が早速週が明けまして、月曜日、はいはい、月曜日公園外にちょっと出陣いたしまして、マゼさんというちょっとしたね催しがあるわけでございますけれども、はいはい、本田殿、うん、じゃじゃんということで、マゼさんというイベントなんじゃが、そもそも皆の衆岡崎マゼメントは知ってるかな。知ってるもの、ご存知ですか。おお、ありがとう、ありがとう。マゼメントは岡崎のご当地麺なんじゃけれども、岡崎の八丁味噌、そして菜種油、赤水を必ず使用して、うん、そして汁なしの麺で混ぜて食べることが条件ということで、はい、それが岡崎混ぜ麺。しかもこれは、うん、店によっては様々なジャンルがあるじゃん。基本皆の衆麺というと中華を思い浮かべるが、はい、今回参る場所はトイボックスさんということで、トイボックス洋風の麺を出す場所でござる。まあ簡単に言うとロコモコ風混ぜ麺ということで、ロコモコ風は絶対うまい、美味しそう。ハンバーグが乗っておって、あ、いいですね、ハンバーグ、デミグラスソース、デミグラス、そこにね八丁味噌が隠し味、そして菜種油で混ぜやすくなるということで最高。これをね食べに行く、トイボックスに食べに行くんだけれども、うん、はい、それじゃ単なる遊びに過ぎんということで、それだけじゃなくちゃんとこの岡崎のご当地麺混ぜ麺を PR するために我々動画を撮ってそれをネットにアップするということで、なるほど、なるほど、抜かりない。それが岡崎混ぜ麺を青い武将隊が大いに参上、略して混ぜさんということで、なるほど。これね1130円払えば誰でも参加できるイベントとなっておる上、日時は2015年7月13日月曜日、はい、午前11時から午後14時までの間開催ということで、はい、どなたでも参加できるじゃん。そういうことですね、うん、一般の方でも、まあ、いつも応援していただいている方々でも、はいはい、参加は直接トイボックスさんの方へ来ていただければ可能ということでございます。ちなみに、うん、その急にもしご参加された方にちょっとなんかありがとうみたいな、あるよ、あるですか。あるよ、いや、あるよ。いや、もうね、来てくれた人たちには漏れなくこの思い出に残る何かを差し上げようと思っておりね、ぜひぜひ参加してくれね、もちろんじゃ10万石じゃからな大大名ですからね、一緒に食べていただいて武将がおもてなしをいたします。さらに来ていただければお礼の品がプレゼント手に入るという企画でございますので、ぜひご希望の客人トイボックスさんの方へご参加ください。まず、ね、週明け月曜日、13日の11時から14時ごろということでござります。どうぞよろしくお願いいたします。簡単にご紹介したいんですけれども、はい、はい、わしら他にもね毎月やっとるちょっとしたのラジオ番組がございますね。ございます。この担当小松、はいはい、我々、ね、はい、行ってまいります、はい、小松でございます。今月7月22日ですね、水曜日夜の19時から FM 岡崎さんにて我々青い武将隊の番組ファンファンミュージ
しくなる番組に出演いたしますが、こたびはですね、はい、小松と半蔵殿の2人組でございますので、あの皆様ぜひぜひお聞きくださりませ、はい、あのちょっと小松しゃべるのが苦手なので不安でございますので、半蔵殿ちょっと頑張ってください。私盛り上げる役ですよ。あ、じゃあ一緒に盛り上がりましょう。はい、それでね、あの、はいはいはい、いつものあれがあるんですよね、半蔵殿。あ、そうじゃん、あのいつもね、いつものあれが、感動企画のやつ、あの評論企画というのがございまして、この、まあ、半蔵のが出るとき、いつも評論企画というのをやっとるんですけど、これはあのラジオを聞いていただければ、聞いた方、皆さんにプレゼントが当たるチャンスがあるよという企画でございます。今回はやっぱり豪華なんですね、いつも通りでございます。まあ結構ね、今回7名、10名分ぐらいか、おー10名分ぐらい当たるので、あの甘いのとかちゃんとしたご飯とか、いいですね、多分ね、クジラも食べれるからね、母上に一緒に聞いてくださりませ。いいですね、眠いね、はい、ぜひ聞いていただければと思います。三蔵話がいいよ。あの子がそんなこと言うなんか、あら、わし続けるそんな顔しとる、勇気なくなってきちゃった、勇気なくなってきたので、ここからね、一緒にみんなで盛り上がるあのお時間いきましょうかね。わしらがかっこよく踊るあの曲へ参ります。ぜひご覧くださいませ。このそれでは我々グレート宮古葵武将隊がお送りいたします、新武士ソード伊沢出陣。We'll be right back.
ありがとうございます。さあ拍手で皆が一度になったところで、ここからは皆で踊る花は実感官人踊りの時間でございますね。拍手。さあこの官人踊りはね、殿の育を元にして作られた簡単な踊りとなっておりまするゆえ、ぜひバコラもご参加してくださりませ。さあさあ、はい、簡単に官人ポーズ2つだけレクチャーさせていただきまするゆえに、両手を拝借、両手を拝借、さあ皆様上がりませんと次に進むことができませぬ、そういうルールになっておりまするゆえ、ぜひ、はい、それではですね、この手を正面で合わせていただいて、はい、まず右側に官人、はい、今度は反対側に官人、はい、正面で2回叩いて官人じゃ、そう、これが官人ポーズ1でござります、はい、そして官人ポーズ2つ目ピース、はい、ピースピースピース、写真撮る時のポーズ、ありがとうございます。このピースを目の前に官人、ありがとうございます。今度反対側です、官人、官人、さようでございます。次残して官人じゃ、あ、お見事でござります。これが官人ポーズ2つ目、その他の踊りも大変簡単なものとなっております。手拍子だけでも結構でございますので、ぜひご参加くださりませ。それではカニ踊りへと参りましょう。カニ踊り、スタート。まずは手拍子から。並ぶ官人、する官人、並ぶ官人、まずは広がりだ。Yeah!
行ってまいりたいと思います。あ、皆様ご存知でしょうか、勝ち取り。よろしいでしょうか。AAO、さようにございます。AAO のサンドでございます。それでは、参ります。本日、ここにお越しの皆様のご多幸とご健勝を記念いたしまして、勝ち時を挙げる。それでは皆様、ご唱和願います。それでは参る。勝ち時だー、それー！する、収めていただいた後は招き入れて記念撮影のお時間もございますので、ぜひ記念に1枚お取りくださりませ。それでは準備がしきるまでしばしばしください。今日は本に暑いですからね、水分皆さん取ってくださいませね。なお、井伊直政は軍議のために一旦引いておる、しばし、待てる。もしかしたら長引くかもしれんでな、ご了承の方よろしくお願いいたします。この後記念撮影の時間がありますよ。招き入れて、招き入れて記念撮影の時間がありますよ。はい、はい、帰らないでくださいね。記念になりますよ。ご飯食べに行かないと参りましょう。はい、それでは、正面の右手側から参ります。正面二分割ですな。はい、後ほどの、その時間を設けてください。お写真の方ですね、撮り終えましたらカメラの方を下げていただくと分かりやすいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、大丈夫ですかな。はい、それでは左手側、はい、よろしいでしょうか。あ、では逆に寄りますので、もう左側、大丈夫ですか。真正面で撮って SNS に上げてくださいね。岡崎市の招待です。 PR 活動をしております。そのうち全国に広がります。いや、世界に広がりますと、ちゃんとハッシュタグをつけてね。はい、はい、ありがとうございます。完璧でございます。それでは、はい、ここからはですね、お客にお招き入れての記念撮影と映らせていただきまするが、はい、列の方はですね、小松が立っておるところから順々に、お並びください。こちらでございます。